路 JPI ね、どういうんだろう、というこれだね、これかなり上がってるから下が結構有効なんね、ね、ユーロ JPI は有効ですね。もう練習ばっかりですね。こうやってやるのが本当大事でね、この訓練と調整ですね。だけどもう一番越しましたでしょ。一番遠いかね、今越したから抽選になっちゃったね。こう落ちてくれば安心ですよね。どうでしょうかね。もうね、これはね、仕事なんだけど、このアーモンドっていうのがいいんです、これ。このアーモンド。このカシューナッツね。カシューナッツ。これをね、たくさん買ってんの。何キロも買ってまして、カシューナッツね。このカシューナッツ、これをね、僕は食べるんですよ。ね、くるみとかね、いろいろあるんで、ね、これが力の秘密。でね、くるみだけも、また、何キロも買ったり、アーモンドだけでも買ってんですね。カシューナッツ。これはね、これはパックになっててね、いろいろ入ってるやつなんだけどね。一袋200円ぐらいです。一袋200円ぐらい。カシューナッツを、このカシューナッツをよくね、よく入れて、ここで食べるんです、カシューナッツをね。毎日食べる。これは大事なの。カシューナッツ。ちょっとワイン、ね、ワイン
これシロワリンがいい、うん、早く勝ちましたね、うん、勝ちました。これで少し安心になってきた今日はね。とユーゴ JP だ。ユーゴ JP はイセル。まだこっち。ユーゴ JP は。またセールですね。うん、カシュナッツをカシュナッツは、ね、クシーって今アーモンドね。ドライフルーツもいいんだけどね、あのバナナのドライフルーツ、飽きちゃうのね、結構いいんだけど、たまに食べるのはいいね。10キロ買って食べたら結構飽きちゃった。またたまに食べると美味しい。バナナチップ、バナナの、ね、乾燥フルーツはブドウでしょうね。苦しいけど増えてきますでしょ、ね、1万越したらもう安心っていうの。もうずっと何日間も負けてないですよ。必ず増やしてますよ。記録で全部取ってますけど、調整中とね、初めて調整始めたから。くるみがね、結構美味しいよね、くるみがね。くるみが好物ですよ。FX とかバイナルオプションやってると高収入だから、ね。いい仕事ですよ。うん、うまく下がってきたしね。ね。とにかく楽なことなんかないですよ。うん。簡単に稼げるなんて思っちゃう間違いでしょ。練習だけで、
まあね、うん、しましたね。書きました。12,300円。